はい、それでは始まってまいりました。クワトロチャンネルのね、新企画、ぶっちゃけ聞く団討論。イエーイ。はい、ということで、皆さんどうもこんにちは、クワトロです。まあ、今回はね、クワトロチャンネルでの今一押しの企画ですね。今必死に打ち出そうと頑張っている企画なんですが、気空団系の討論会ですね。こちらをオイライモニ会の団長、まあ、自分が所属している団の団長のトマジさんと、あとはまあ副団長の自分とで2人でメインパーソナリティとしてやっていってね、ぶっちゃけた話をね、赤裸々に話していこうという企画です。第2回目ということでやってきましたね、トマジ団長。なんか第1回目も結構高評価いただけてるんじゃないですかね。いや、そうだね。いや、すごかったよ。そのコメント欄でのね、反応がね、マジでやばかった、うん、実はやっぱみんなこういうのを話したかったんじゃないかなっていうふうに思ったね、あれ見て。まあやっぱり気になる内容も多いだろうし、俺もそのコメント欄見てて、おおめっちゃ来とるやんって思ってたもん、うん、しかも早かったしね、それが。いや、そう、めっちゃ早かった、うん、まあということで、この討論会なんですけど、まあこのメインパーソナリティ2人と、あと必ず1人ね、ゲストを加えて計3人で話していこうというふうな企画になってます。で、前回のゲストは、まあ、うちの団のペット枠の声優さんだったんですが、今回のゲストは、YouTube チャンネルクレインクレインの神奈川夏希さんに来ていただきました。はい、では本日はよろしくお願いします。はい、今、ご紹介お預かりしました、クレインクレインチャンネルのね、神奈川夏希と申します。メガネの方ですね、今日は、一押しの企画ということでですね、いや、正直この団関係の話は、ずっとしたいなって思ってたとかだったんで、いや、こんなね、会に迎えていただき本当に光栄です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、クレインクレインさんのそのお二人、まあ、夏希さんとグルミーさんに関しては、まあ、自分もトマジ団長もその高難度配信とかでね、結構一緒になる機会があったんで、クワトロチャンネルをちょっと熱心に見てる人であれば、まあ、知ってると思うんですけど、一応その知らない人のために自己紹介だけ先にしてもらえますか。はい、じゃあ、まあ、ちょっと僕のね、夏希の方の自己紹介になるんですけど、グランブルファンタジーはですね、1年目ですね、もうサービス開始してから1週間くらいしてからずっとプレイしてまして、で、推し属性はね、属性ということで、まあ、今18枚版でですね、今年全部取りまして、まあ、全てね、高難度攻略に関しては属性でまずやってから他の属性やるっていう、まあ、ちょっとしたポリシー持ってたりとかしてます。で、クレインクレインの方に関しても実はチャンネルを設立してから、動画の軸になるゲーム1本欲しいなと思って、それがですね、その時ハマってたグラブルになりまして、でグラブルの段を今設立してからですね、段の方もね8年くらい経っているということで、頑張っていきました。で、まあ、ちょっとうちの段は結構、まあ、クワトロさんとかのね、芋煮会に加えるとですね、まあ、ガチ段ではないかなぐらいなんですけど、まあ、それでも毎回 A 対って大体 2,3 勝くらいはできている段で、まあ、完全フリー段でね、みんな自由に楽しくやっている段になっておりますので、まあ、今回ですね、まあ、結構段8年ね経ってるんで、まあ、その辺の話もねできたらいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。8年ってえぐくね、マジで。いや、大先輩だろ。なんか元々あれなんですよね、なんかグラブルの段を作ったのが、なんかチャンネルのために作ったんですよね。なんか自分が自由にできる段がいいなと思って、いろいろとちょっとトマジ団長と同じこと言ってる、この間の。動画撮影って自分の撮りたいタイミングで撮りたいじゃないですか。いろいろとね、雫だったりとか、まだその時なかったけど、まあ、段のね属性だったりとか、アサルトタイムとかで、ね、いろんな条件がやっぱ関わってきたりとか、あとは場合によってはやっぱ団員さんにちょっと協力してもらったりとかすることもあって、やっぱ自分がちゃんと全ての責任を負える環境でやりたいなって思ったのがきっかけで段作ったんですよ。あ、なるほどね。もうすごいシンパシーしてるんだ。トマジさんと話したら無限に話せそうな気がするなって思ってましたもん、ずっと。今日一緒なんだよな。なんで、まあ、その気持ちはですね、もうずっと変わってなくてですね、だから絶対旺盛です、我がクレインクレイン団は。王です。夏希の手による。はい、確かにね。そうなんです。まあそんな感じで、まあ、新たな王を加えてね。いや、別に新たな第一の王誰ね。いや、第一のトマジでしょ、どう考えても。第一のトマジにね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。はい、まあということでね、まあなんか状況とか、その背景とかは違うかもしれないですが、まあ一つの団の団長ということでは、まあ俺ら芋煮会の団よりもよっぽどなんかいろいろ経験してるみたいですし、なんかあれだよね、うん、夏希さんなんかちらっと話聞いた感じだと、なんかグラブル以外でもなんかギルドマスターとかそういうのを任されることが多いみたいな。あ、そうですね。なんか
配信関係なく、まあ、大体どんなゲームでもギルドマスターやってますよ。なんか一番多い時6個くらい成功してたかもしれない。すげえな。やばくねそれ。いやようやらお前。じゃあでもまとめる方が面白いかもしれないなっていうのがあって、長文ってのはあるかもしれないね、団長やる人は。うん、めんどくさいことも多いですけど、まあじゃあということでね、今回はこの3人でいろいろ話していこうと思いますので、まあ、面白い話にできればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ではまず一番最初の議題からですね。じゃあまあ前回みたいにそのマシュマロを募集して何個か自分がピックアップしてきたんで、まあその中の一つをまず読み上げますね。ではマシュマロ今ここに画面に映してると思うんですが、ちょっと上から読み上げます。結構なんか文章的に長いんですけど、友人がグラブロをやっていたので二人で団を結成して早数年、団員も増え A 隊に入れるような団になったのですが、貢献の上位数人の頑張りに支えている現状です。最低限のノルマを設定し、事前に何の連絡もなく数回達成できなければ追放くらいの緩い段ではあるんですが、貢献度上位の方たちと下位の方の差が大きすぎて申し訳なくなると同時に、上位の方たちに抜けられるとおそらく一気に落ちるだろうという不安があります。やはり段イベで段内の貢献度差が大きいというのはあまり健全ではない状態なのでしょうか。段としてのモチベーションを上げる方法などあれば教えていただけると幸いです。PS、 私は副団長という立場でありながら貢献度下位のダメ人間です。モチベーションを上げる方法は私自身のためにも本気で教えていただきたいです、ということでコメントもらってます。いやすごい本気のマシュマロだ、もう本当に。ガチマロだね、ガチマロ。ガチマロですね。マジでマシュマロ。悩んでる感すごい変わってくるな。正直。勇気を出して送ってくれたんだろうなって思う。まあ、ということで、ね、まあ、これの議題についてちょっと話していくんですが、まあ、ちょっと文章がめちゃめちゃ長いんですけど、要約すると、団としてのモチベーションを上げる方法などあればっていうところが多分本題かな、これに関しては。そうですね、モチベーションの話と、あとこのマシュマロを送ってくださった方が、副団長っていう視点なので、団長をされてるわけではないんだけど、副団長として何かしなければいけないかなっていう悩みがあるってことですね。やっぱり見てる感じだと貢献度差が大きいっていうのも気になっておるし、団としてのモチベーションを上げる方法もっていうところとみたいな、こう小分けすると3つぐらいに分けそうだね、うん、これの解決策かマジで難しいと思う。これね、めちゃくちゃわかる、このマシュマロの気持ちが。なぜならクレインクレインもこんな感じだからですね。いや笑いごっちゃないよな、これマジで悩ましいんだよ。あ、やっぱり団内の貢献度差ってやっぱクレインクレインさんだと大きい。まあ属性によってかなり偏るところは正直あるし、クレインクレインの団って基本社会人団なの で平日の日中走れる人と走れない人の差がまあかなりあるんですよね、まあ、ただ結構フルオート主体の団なので手動で詰めるってこともまあそこまでやってないんですよ。でそうなった時に、はい、まあ、上位やっぱ3人とか5人くらいがまあ、au ラインとかには乗っかってるんだけど、下の方はまあ14万位ギリになってくるので、うん、まあ、単純な貢献度差でいうとね、本当何倍何十倍って差が出ちゃいますね。じゃあまず、まあ、一番最初に今夏木さんから話出たんで、この上位と下位の人たちの貢献度差が、あるっていうことに関してはちょっと団長目線でどう思うのかっていうのを、まあ、トマジ団長と夏木さん双方に行く。じゃあまずトマジ団長から聞いていくか。まあ、お祝いモニカイ団長のトマジとしては、まあ個人的には健全ではないと個人的には思ってる。でも当然なんだけど、貢献度差っていうのは稼働時間に大きく影響するって、できる人できない人っていうのは当然あると思う。だから貢献度差が大きいとは言うのは、1個戦場で、あたりの貢献度差なのか、それとも1年あたりの、あの貢献度差なのかっていうのが俺は重要だと思ってるね。あー、なるほどね。そのたまたま今回走れないのかみたいな話とかも関わってくるってこと。まあうちの団も長くやってほしい、長くやってもらいたいと思ってて、今回忙しいから今回はちょっと走れませんっていう状態を全然仕方ないことだと思ってるから。でも他の古戦場は頑張ってて、でも1古戦場だけピックアップしてみちゃうとそれだけ低いっていう状態になるのは否めないじゃん。だったら平均で、年あたりのとかそういう長期的なところで見る方が俺は分かりやすいと思ってるから。で長期的に見た場合で分かれてる場合だったら、そもそも実力差が大きいっていうのが多分メインになってくるから、まあもちろん俺は上位団じゃなきゃ別にいいと思うけど、まあある程度上位団になったらその差がねでっかくでっかくなってきちゃうから、そういう意味だとやっぱりあんまり健全ではない状態なのかっていうと、まあ俺はあんまりよろしくない状態だとは思ってるね。なるほどね。じゃあまあトマジ団長はそんな感じっていうことなんですけど、ナフキさんどんな感じですかね。まあ、僕も正直、まあ、自分でクレインクレインこんな感じなんだよねと言いつつのあれなんだけど、うちの団員が見てたらギョッとするかもしれんけど
一応団長目線の話をすると健全かどうかで言うと、うん、健全じゃないっすね普通に普通に健全ではないと思いますね、うん、全然。ただ、まあ、正直これも団のその雰囲気とかにも全然よるので一概には正直言えないんですけど、どっちかっていうとその貢献度差っていうよりかはその差があることによって、まあ、自分ないしは団員にネガティブな感情が生まれてしまってるんだったら健全じゃないって感じかな。あなるほどね。なんか結局その俺は好きなだけ走りたいんだって人が好きなだけ走って別に何の不満もなかったら全然いいわけですよ。ただそれぞまちさんが言ったようにあの1回の古戦場だけの話なのか数年の話なのかで結構話も変わってくると思ってて、なんか全属性強い人って実はそんなにそもそもいないはずで、例えば闇属性だったら英雄入れるけど光属性全然入れませんなんてザラに あると思うんですよね。ちゃんと自覚してて俺は闇が強いけど光はちょっと弱いから誰かにちょっと頼りたいなって気持ちの人とかがいい感じのバランスで段に揃ってたとしたら、まあ、なんか釣り合い取れるかなと思うんで、なんかそういう意味では別になんか不健全ってほどではないのかなっていう視点もある。でクレインクレインはどっちかっていうと割とそんな感じっていうか、僕がもうそうなんでなるほどね。火属性は俺に任せろって言うけど、なんか土とか風あたりはめっちゃ頼ったりとかね、闇属性はね相棒のグリミさんに頼ったりとか全然するので、僕ね闇属性本当だ走れなかったから。あとはやっぱ事前の連絡があるかないかっすね。うわそれでけえ、マジでそれでかいですね。まあ、ちょっと不健全寄りだけど、でなんか許容はできる範囲になるんじゃないかな、雰囲気次第だけどっていうところかな。なんかそこまですっごい気にして不安になることではないと思ってる、うん、まあなるほど。まあ要するにあれですね、差があることがいけないっていうよりかは差があることでネガティブな感情が生まれることがいけないっていうふうなことですね、うん、要するに それはそうだと思うわ。確かに、ね。まあ、結果起こる事象がいけないことだからね。やっぱグラブルって自分の好きな属性強くしてる方が楽しいしさあ、だから仲間に頼ってるのも楽しいんだよグラブルは。まあわかる、持ちつ持たれつみたいな感じだよね。う、うん、この属性俺がやるから他の属性はちょっと任せたみたいな感じで、そう互いにやるってのもわかる。すごい助け合い的な感じ。そうそう、仲間がいるゲームってそういうのがやっぱ楽しいところもあるから、僕はいい意味でそういう風なバランスが欲しい、なんか好きだなって感じ。仲間に頼るのが楽しいよねっていう風に言ってる動画今まで見たことないですね、その段関係の動画では。そうなの。うん、いやそれがでも確かに本質かもしれないけど、結局でもやっぱあれじゃん、こういう系の話するって自分が稼ぐか稼がないかで尺度を測りがちだから、うん、改めて考えてみるとそれが一番大事なことかもしれないですね。まあこのマシュマロであったみたいにさ、まあ貢献度差が大きくて不満に思う人って貢献度が上位の人たちなんだよね、うんうんうん、そうだね、うん、だから下位の人たちはむしろありがとうって思うけど、上位を常にキープしてる人たちがここにおる意味がないじゃんって思ったらいけないんだよね、うんうんうん、上位の人たちがその段にいて楽しいかってのはすごい重要な部分だと思うなってのはすごい思う、ね、本当その通りですよ。まあ、クレインクレイン団結構特殊な段かもしれないですけどね、てかそもそも多分僕の運営の仕方が特殊かもしれないから。でも夏希さんがいるからここで頑張りたいと思ってる人もいるかもしれないし、ね、僕はねそういう人だけを集めたいです心地がいいからねまあでもそれは歴史とした理由になると思うからな。まあでも現に8年続いてることがもうそれ答えだと思うな本当に。僕と一緒にゲームがしたい人は集まってくれれば一緒に楽しめるし、いやマジで分かりやすい。それ言いたくても言えない人いっぱいいるだろうな。やっぱ入った瞬間はさすごいモチベーション高くてやっててもさ、やっぱ1年2年って在籍してると、うん、いや俺もうちょっと上行けるかもなって人もいるし、みんな社会人になって忙しくなる時期とかもあって、なんか3回ぐらい古戦場あまりいい成績出せなかったらやっぱちょっとやっぱ俺ここじゃないのかなって思う人もいるけど、その人は、うん、あじゃあ1回抜けてもらって、あの次の古戦場でモチベー上がったらまた声かけてって言ってバイバイしてます。なるほどね。じゃあ今ちょうど今夏希さんのところでモチベーションの話が出たと思うんですけど、まあこれの大きく区分けした時の後半部分かな、まあ団としてのモチベーションを上げる方法、もしくはその副団長のこの人が悩んでるように、まあ、自分自身のモチベーションを上げる方法っていうことについてもちょっと話していきたいですね。はい。なんかさっき夏希さんがあの自分とゲームを一緒にできる人とか楽しみたい人みたいなの言ってたと思うんですけど、はい、結構ナッキさんのこのグラブルとかゲームに関してのモチベーションってどんな感じなんですか？いや僕ねどのゲームもそうかもしれないですけど、僕グラブルって実はずっと平常運転なんですよ。あのなんかね僕火属性がめっちゃ好きで火属性活躍できる時にはモチベーションがめちゃくちゃ高いかと実は思いきや、他の属性で古戦場走ってる時ってモチベーション変わんないんですよね実は。で、まあ、何が言いたいかっていうと、あのモチベーションの上げ下げを無理してやると人間は疲れてしまうということを言いたくて、まあ、その一時的にねモチベーションが自然と高くなるのはすごいいいことだと思うんですよ。なんか俺今なんとなく、ね、クワトロさんの動画見たからルシソロやる気になったぞって思ったらやればいいし、それはねめっちゃいいことだと思う。でも
次の古戦場が土属性なんだけど風属性なんだけど、いやでも俺苦手なんだよな、きついなってなったら、別になんかその無理してひねり出そうとしすぎるとやっぱ疲れちゃうから、そういう時は逆になんかグラブル以外のゲームやってばっていうくらいのスタンスなので、なんか僕自身も結構グラブル以外のゲームたくさんやってますし、なんか疲れてたらね1日2日休んだりとかねしてますし、団員のみんなにも同じようなこと言ってますね。なんか自分の好きなタイミングで自分の好きなゲームやればいいよっていう感じ。ただその最低限の動きはもちろんしてもらうし、ログイン途切れたりとか連絡ない時はあの声かけるからって話で、基本的には団員募集をしているって感じなんで、なんでモチベーションってね、まあ、管理大変ですけど、まあ、なんか自分が今どういう状態にあるかを素直に受け止めるっていうのは結構大事なんじゃないかなと思ってますね。いや、なんか名言きたな、それだな。多分さっき苦手な属性みたいなところもあるんですけど、逆パターンもありますよね。なんか得意属性っていう風なところで自分がなんか推してる属性があったとして、その周りの目があるから得意属性は必ずやらないといけないみたいな、そのしがらみみたいな、あ、そう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 、そういうの、そういうのもなんかあったりしますよね。そうそう、なんかやっぱ僕非属性やってるから、いやずり非属性の古戦場だから英雄行くんすよねみたいなこと言われるんですけど、うん、全然行く気ないけどみたいな、ゾの属性も全部同じと、なんかほんとテンションでやってる、まあ要するにあれか、まあだから自分に正直に。いやでもなんかさっき言ったのがマジ答えだな、本当に。人に言われてやるものではないからね、ゲームは。それはそうだね、それはマジで。ただめちゃくちゃハマってる時は毎日ルシソロタイムアタックとかしてたけどね。でもそう、18枚丸だもんね、ナスキさん。そうなんすよ、取れましたやっと。いや、おめでとうございます。今度はね、年内に極みスキン取るんで。極みスキンはもうなんかあれなんだよな、多分金剛賞さえ融通聞けばみたいな。あいつがラスボスだから、ね、そうなんですよ。じゃあ次ちょっとトマジ団長に聞いていこうと思うんですが、まあ、さっきなつきさんが言ったところで結構なんかあれだよね、うん、モチベーションとか、長くゲームを続けるためにはっていう風なところの本質はもうなんかできたような気もするんだけど、まあ、逆に、うん、多分ねこの人がこのマシュマロをくれた人が求めてるのってなんかモチベーションを上げる方法っていう風にも書いてあるから、はいはい、まあ、どうやって高めていくのかみたいなところの視点もちょっと聞きたいなっていう風に思うんだけど、なんかあるかな、そういうところ。個人的にはやっぱり楽しい時にやるとか当然だと思うんだけど、やっぱりメリハリだよね、そもそもの話、うん、メリとハリが重要なんですよ、メリとハリが。メリとハリね。あ、その言葉の言い回し俺使おう。まあ常にモチベーションを上げ続けるっていうのは基本的に無理で、当然の話、うんうんうん、やりたい時にやるのが一番で、やりたくない時は、別のことをする、気分転換をするのはとても大事なことだと、自分も思う。そうなった時、段としてのとすればやっぱり半額だね、あとはアップで、まあ段としてのっていうんだったらこういうことできますよみたいな感じで新しいことを教えてあげたりね、その新しい情報が入ってくるとね気になるんだよやっぱ人間で、半額でよしみんなでやろうぜとかさ、引っ張っていく人がすごい重要だと思ってるのね、うん、結局は、うん、誰かがやってくれるっていうことは基本的にないと思ってて、うん、まあ誰がやるイコール団長でしょ、副団長でもいいけど、まあ役ついてる人間が、じゃあみんなで、俺ヒヒホリ合戦するからみんなで参加しようぜとか、うん、まあ、今回もツイッターでヒヒホリ企画とかあっちこっちの段やってるけどさ、やるときはやる、やらないときはやらないで、やるときはみんなでやる。やっぱ人間は個で動くと弱いけど、あの集団で動くとやっぱりモチベーションも上がりやすいし、そのメリハリをつけながら、集団としてみんなでやることをやるっていうのが、まあ正直分かりやすいモチベーションの上げ方だと思う。当然、その集団っていうけど、その集団としてはそもそもある程度もともとやる気が同じ人を集めないとそれは成り立たないっていうのが前提としてはあるんだけどね。まあその人生のとこから始まっちゃうけど、まあ基本的にモチベーションっていうのは情報、半額、メリハリをつけながらみんなでやるときに一気にガーってみんなでやって、うん、で強くなったらみんなのモチベーションが上がるっていう、そのいいループに入るから、それぐらいかな。団としては個人でモチベーション上げてもらうんじゃなくて、団としてのモチベーション上げる方法がやっぱり一番でかいかな、駅が。まああれだね、例えばなんかあのレバンスとか来た時にちょっとみんなで団内でレバンスやろうぜとか、まあ、そういうノリだよね、要するに。そう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 、レバンスみんなでやろうぜ、レバンスで稼げる編成見つけてきたからこれ共有しとくわとか、うん、この武器集めたらそれできるようになるんだとか、じゃあ自分も集めようってなった時に団でやってたりとか、あの稼げる編成紹介してたらそれ見てやってみようってなるからね、うん、あ、それねめっちゃ大事だと思う、うん、今の話すごいわかるわ。なんかその自分が、不安になる気持ちすごい分かってて、なんか特に高難易度とかって、うん、なんか結構分からん殺しされるじゃないですか、うん、最初って、はい、で負けた時に特に自分がこう高難易度勝ち出なかったりすると、
すごい落ちるんですよね、モチベって。落ちるのはね、簡単なんですよね、モチベって。なんかその、ホームランに関わらず、まあ、なんとなくモチベ出ないなって時は、別になんか無理してやる必要じゃないと思うんだけど、さっき言ってくれたみたいに、その、レバンスみたいな、その、明確な目標みたいなやつを立てるときに、一緒にその、攻略をするときに、攻略情報も添えてあげると、あれ意外と俺いけるかもしれないとか、例えばシエテでね、稼ぐ編成実はこんな装備でもいけますよとかね、実はこの自分でも戦えるんだっていうのがなんかイメージがつくと、結構モチベーションって簡単に上がったりする時もあるから、その話すごいね、いいなって思いました、今聞いてて。 OK、 じゃあまあ第1の議題にしてはこんな感じですかね。じゃあまとめると、うん、一番最初の上位の人たちと下位の人たちの、まあ、差がありすぎることとかについては、まあ一応不健全っちゃ不健全かもしれないけど、まあ具体的にそのまあ主に上位の人たちかなとかが、あの不満に思ってない、まあ、やりたいようにやってるから別にいいよっていう風な感じなのであれば、まあ別に問題ないかなっていう風な感じで、ね、まあその辺はやっぱりあれなのかな、団長とか副団長っていう風な立場であれば、まあその辺がしっかりコミュニケーション取れてて、なんかストレス溜まってないような感じであれば、まあ問題ないのかもしれないですね、ここに関しては。でまあ次のモチベーションの管理に関しては、まあやっぱあれだね、さっきナフケさんから出た通り、まあ自分自身をしっかり正直に見つめ直すと、まあこれに結構なんか尽きるかもしれないな、本当に。であとは友達団長が言ってくれたように、そのメリハリだね、そのアップデートが来た時とか、まあ、ここはやった方がいいんじゃねっていう風な時に、まあその団長とか副団長とか、その消しかけ役みたいな人がいると、それに巻き込まれて自然とみんながモチベ高くなっていいループに入るっていう風な時もやっぱり結構ね、自分も多いなっていう風に感じてるんで、まあそういった感じで運営してもらえるとなんかすごいいいかもしれないですね。では次第2の議題に入っていきましょう。これについてはね、ちょっと関連しそうなものが2つあったので、ちょっと2つ読み上げますね。はい。まず1個目、所属団かっこ5000位A 隊の古戦場の方針や普段の雰囲気は好きですが、レバンス系やスパバハについてはノラや共闘で頑張ってという方針です。今はレバンス系やスパバハに挑んで頑張りたい気持ちが強いのですが、移籍して高難度一緒にやってくれる団を探すか、一時的なことなので団移籍せずに野良共闘で頑張るか迷っています。まあ、これが1個目ですね。はい。で2個目が、高難度コンテンツへの向き合い方の温度感って、よく団内の揉め事の原因になったりすると思うんですけど、過去にあったそれ系のトラブルとかいい解決法とかありますか、ということで、この2つですね。まあ、簡単に言うと高難度系のその団内のあれこれみたいな感じのところをちょっとピックアップしてきたんですけど、まあ、ちょっとこれについてちょっと話していきますか。てかなんかさっきのね、第1の議題のあの後半でちょうど高難度系の話ってのがなんかうまいことつながって、俺はびっくりしたんだよね、逆に。議題だよねこれ本当に。高難度あれこれっていうのは、まあ、誰もが一度は経験したことあるトラブル系かもしれないね、団内では。じゃあまず1個目の団移籍するかどうかっていう風なところは、結構なんか本気でこの人リアルタイムで悩んでるっぽいんで、ちょっとここについてはちょっとしっかり話していきますか。じゃあまずトマジ団長に聞いていこうかな。団内高難度関係ってやっぱあれなんかな、団の環境っていうのをやっぱ気にした方がいいんかね、これについては。個人的にはそこまで影響しないと思ってる。まあなんでかといえば、上位帯に行けば行くほど高難度ってもうすでに終わっとんよ、だから上位帯であればあるほど高地狩りがメインになるんだよね。高地狩りをやるっていうことはあったとしても、みんなでやるっていうパターンはあるけど、そんなに頻度は高くないと思う。移籍してまでやるかというぐらいだったら、俺は移籍しないで高難易度があるディスコードサーバーに行ったりとか、ツイッターでみんなでやるとか、そのディスコードサーバー、まあ、紹介してもらう方が俺は分かりやすいと思う。わざわざ移籍するレベルではないと思う。なんならその段が良かったらな。まあでも確かにツババハとかももう実装されて結構時が経ってるから、今みんなでじゃあ6人今ちょうど集めたかったんだよねみたいな人が6人集まるかっていうと、集まんだよねそりゃ。6人都合つけなきゃいけないんだよ、うん、そりゃ集まらんでしょ結構大変で、友達と遊ぶ時も6人都合つかんだよ確かにそう、無理とか言われるから絶対に。確かにレバンス系に関してはあれだね、本当にさっき言ってもらったみたいに、もう一番最初に実装されたディアスポラに関してはもう1年ぐらい経つから、まあ、そう考えるともう放置狩りとか、もうやりたい人がやりたいタイミングでやるみたいな感じのコンテンツになっちゃってるから、確かに今の段が気に入っているのであれば、わざわざ移動するっていうのはちょっとなかなかいい結果にならない可能性が高いかもしれないね。これは高難易度だけをやりたいっていうだけの話だったかな。まあなんかあれだよね、他のサーバーに所属したいかどうかっていうのはその人のモチベーションによるけど、まあでもそれが公式的にできるのが共闘だからね。そうだね。なんか夏木さんこの辺どう思います？いや僕もね、もう 150% ぐらいトマちゃんと一緒なんだけど
までね、あくまで夏木支店の話にはなるけど、絶対やめた方がいいと思う、移籍するのは、本当に。まず、一個言いたいのが、このマシュマロくれた方がもうほぼ自覚して答えが出てるんだよね。一時のことなのでって自分で言ってるから。確かに一時のことで良い結果に動くことって基本的に多分なくて、だからやめた方がいいって言えるんだけど、それを抜いたとしてもやめた方がいいと思ってて、その話はもうほぼほぼ全部熊さんが話してくれた通りなんだけど、空気が好きな段を探すのめちゃくちゃ難しいんだよね。まず高難度をやりたいだけだったら本当にその才能のサバとかツイッターで募集するだとか、それこそ京都を潜るだとかいくらでも探す方法があって、もう一個言うと段内で6人で何とか都合してて挑戦したとして、全てがいい結果になるとは正直考えがたいというか、高難易度って失敗前提だから、割とその失敗をした時に、まあ、2、3回の失敗だったらなんか強要できるかもしれんけど、自分が発端でやり始めたものをどのくらい続けられるか、一時の列に引っ張られて都合捨ててくれた人が、いや俺もう終わったからって言って断られたら多分すげえね、熱いなんか歴ができそうだし、結局引っ張った責任というのが生じちゃうんだよね。その時にそこまでちゃんと考えられて動けるのかとか、じゃあ逆に自分が誘われた時に自分にどんな花の都合があったとしても参加できるのかとか、なんか結構ね、段のね良いところと悪いところがねちょっと難しい話になってくる、高難易度に関しては特に。いやでも分かる、確かにそうだね。ここで誰かに協力してもらったら自分が次協力する側にならないといけないみたいな、そのね、そうのもちょっと感じちゃうよね、どうしても。で段内の温度感が常に高い段だったらそんなの何も気にしないで、いや行く行く行くって言ってるんだけど、これ僕視点なんだけど、レバンス系に苦戦してる人が一番微妙なラインにいて、強さ的に、レバンス系って上位段だったらもう夏友達さんが言った通りもうフルオートで一人でやるレベルなんですよね、まあ、関東とかそれとか、うん、まあ、コーチ狩りとかね。でなんならスパバハって僕今毎日ノラで探して入ってるぐらいなんですよ、まあ、失敗したらノラだったらノラの運が悪かったなぐらいで済むんだけど、それがね段ってなってくるとね難しいんですよね。なんかそのせっかく段の雰囲気が好きなねすごいいい段に巡り合えてる方だと思うから、段移籍はあまり良くないんじゃないかなっていう結論かな、僕の方が。ということでいくらでも探せる今だったら。まあでも確かにあれですね、その雰囲気のいい段に巡り合うって多分ね一期一会みたいなところあるもんね。本当に本当そうよ、狙ってできないね、できないできない、どんだけ段渡り歩いてもなかなか難しいと思うよ。会社と一緒でしょ、雰囲気のいい会社とか。やめろ、現実世界の話するんじゃねえ。団長はいい人なんだけど団員同士の折り合いがつかない時もある。大変なんだな、こういう時が一番。みんなで頑張れたらそれが一番理想的なのかもしれないけど、なんか変にそういうところを突っ込むことによってなんか圧力が生まれるとかって言ってな、結構難しいもんね。そうね、高難度に関しては本当特にそうかな、うん、あれだね、いい感じにもうあれじゃないですか、2枚目のマシュマロにパスできそうじゃないですかこれ。あー、まあもうこのままじゃあ夏木さんに聞いていこうかな。俺からか、トマジさんの伺いたかった。ちょっと今なんかね、まあ、ちょっとねちらっとそういう話もあったりしたんで、はい、まあ、ぶっちゃけですね、ここはぶっちゃけ、はい、なんか夏木さんの運営してる段で高難度関連の揉め事とかってなんかぶっちゃけあったりしました？高難度関連の揉め事は記憶に深く残ってるものはないですね。おお、意外と、うん、実はね高難易度コンテンツへの向き合い方に関しては僕がもう完全にルールを設けてるほどじゃないんですけど、基本的に、うん、僕が最先端走ってるんですよ段で、その高難易度コンテンツの向き合い方に関しては、うん、だから僕と同じレベルでやりたかったら、はいはい、配信ね見に行って一緒に参加してくれてもいいし、段内で募集がかかってたら僕があくまで予定があってたら基本的には全部参加するから、だちょっと予定合わなくてごめんねって言うけど、うん、なんか全然流してくれたらいつでも入れるよって感じで動いてるんで、いわゆる揉め事にはかなり落ちづらい。あと団員募集の段階で他の団員のスケジュールを縛ったりとか迷惑をかけるような行為は基本的に禁じているんですよ、うん、例えば、はいはいはい、俺がスパバハやりたいから女人都合捨ててください、まあ、さっきの話みたいなやつ、それを、うん、ある程度強制力を持ったり強い言葉を使ったりする人は、僕が合わないからもう僕が外します、その人はもう、これもあらかじめの話ですね。なんで団内に入ってからのトラブルを極力避けられるように話は、まあ、した上で、すごい強い方とかから団員の募集来てくれる方とかも実は結構いるんですけど、うん、うちの団ってこういう団だけど大丈夫っていう確認を取ってから加入してもらってることが多いです、うん、でそれがあるからかあんまり大きな揉め事には基本的にはなってないかな。なんか僕が忘れたら大したことじゃなかったんでしょう。だから団員ピキってたらどうしよう。確かに、あいつあんなこと言ってたぞみたいな。DM ください。
はいはい、なるほど。でもなんかあれだね、その意外とそういう系のやつなかったんだね。まあ逆に次トマジ団長とか行こうと思ったけど、なんかうちあったっけ。わかんねえけど、俺とクワトロがそもそもあのトラブルと感じてすらもない可能性が高すぎて。まあでも芋煮くらいの段だとなさそうだけどね、うん、だってさ、コーナーズコンテンツへの向き合い方の温度感でさ、まあ想像できる問題ってさ、うん、マルチコンテンツ追加された時にさ、最直でやりたい人とさ、うん、あんまりテンション上がんない人がさ二分化しちゃうとか、多分そういう話だよね。そうだね。まあうちではないんだけど、まあ仮にあるトラブルとして分かりやすい例があるとすれば、失敗した時のギスギス感、うんっていうのはあると思うけど、そもそもうちの団ギスギスどころか失敗して当たり前でしょっていうのがもうそもそもスタンスとしてあるから、うんうんうん、特に最初のコンテンツだし、覚えてない人に対してはそもそも覚えてないんだから失敗するのは当たり前なんだから仕方ないじゃんっていうスタンスだし、うんうんうん、上手くなればいずれ失敗しなくなるしね。あとはまあやりたい人とやりたくない人が二極化するっていうのは多分うちの団でもそれはあって、うんうん、やっぱり実力差があったり、得意属性でやれる属性やれない属性があってみたいないうのはあるんだけど、ぶっちゃけもう今シエテ県で全部解決しちゃってるから確かにね。出た。そうなんだよな。いやそこでね、あれですよ、起こる問題事があるんですよ。シエテ県を掘りに行ける人と行けない人が出た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 、うちにもいるわ一生生まれるよなこの問題も今はね、うちの団めちゃめちゃシエテ県を掘る編成とかなんだかんだ共有してたりするね。最近動画めっちゃ上がってて、いやそうなんだよねそのために俺わざわざマグナ編成でいける編成考えてたからね親近感あるな。俺もこの間マグナの動画上げたからな。まあでもね、気持ちはめっちゃわかるよ。すっごいわかる。俺はたまたま非属性やってたから惚れてるだけなんだけど、あ、惚れてない人からするとしんどいよな、ね、今の環境。やっぱり放置狩りとかするんだったらキャラは、まあ、ウィルナス、パーシバル、ミカエルっていうあの3点セットだって全員リミテッドやで、ね、そんな簡単に揃うわけないじゃん逆に言うとね、今放置狩りでシエテがすごい人気ってのもあって、砂集めるついでに参加できるようになるから、後からでも結構回収しやすい武器だと思うから、正直シエテ剣、ね、まあ最低基準を設けるために次のその高難易度行くためにとりあえずシエテ剣集めるっていう、なんか一つの最低値が決まったみたいな感じにしてるからさ、うんうんうん、正直、うん、無課金のとりあえずできるできないっていうその揉め事はどうしても出てくると思うけど、放置狩りしてるからうちに自発投げに来いとかね。ああそう、自発投げに来いよくやってるね。シエテ剣とりあえず確保できるような状況は作っとくから、とりあえずもうこれで頑張ってくれみたいな感じでやったりとかして、すごいちゃんと団運営してる、すごいわ。うちもずっと放牧よ放牧シエテに関しては俺がやる時に投げてくれたら俺が倒しとくって言えるから、うん、あとはね、でもこう実際にじゃあトラブル起きちゃった時なんだけど、このマシュマロくれた方が団長だった場合ね、うん、マルチをやる時間をある程度絞ってもいいかもしれん。例えば夜の9時以降の方が人集まりやすいから、そのぐらいにじゃあちょっとやろっかって言って声かける側の人に自分がなるっていうのが団長の解決策の一個かな、うん、まあ戸町さんが実際に多分やってるみたいな感じ。温度を取るのは団長の役目ではある、正直。まあ全然してないんでしてなかったなんかある程度の方針を立ててあげるのは団長の役目かなって思うよ、まあまあまあ、確かに。なんかうちの団とかないんですけど、なんか他の団でなんか毎週何曜日の何時は高難度の日みたいなの決めてる団もあるっぽいですね。あ、そうそうそう、そういうの分かりやすいから、まあ、一個の解説策としてはすごいと思いますよ。じゃあまあ2番目の議題についてはこんな感じで終わろうかなっていうふうに思ったんだけど、うん、俺ね今こういうふうに話してる時にね、一個ね昔あったトラブル思い出したわ。お、何があった？小さい小さい。古戦場前に、まあ、なんか普段あんまり動いてない団員が、うん、ルシ手伝ってほしいみたいに言ってたの。はい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 、あったね、はいはいはい思い出したでしょ。思い出した思い出した。だいぶ昔だし、その団員今いないからだけど、うん、そう、その時に結構みんなフレンドリーに手伝ったのよ、うん、そうで、その人週末ごとつ作れてやったみたいな感じで終わったかと思いきや、うん、その人古戦場で全く稼がずに、なんか後ろから 2,3 番目とかだったんだよね。えぐい。そう、そういうことはあったな。あれ結構あれだよね、団員の雰囲気悪くなったよね、あれ。それはなるわ。まあ結局大前提として、なんで早く言わなかったのってのが一つあった。まあ、そうね、古戦場ね、ほんと数日前とかだったんだよね、うん、それを言ったのは、うん、早く言わなかったので、手伝ったって言って、手伝ったっていう、まあ別に恩を求めてるわけでもないだろうし、うん、みんなあれなんだけど、やっぱりちょっと思うとこはあるよねって話よね。そう、それこそ団の圧力ってやつですよ確かにな、うん、そこまで考えてないだろうしね、その助けを求めてきた本人は。え、それどうやって解決したんですか、うん、ね、いや、あの時はその団員とかの VC とかでなんか話した内容とかを自分が取りまとめて、自分が直接その人に連絡したね、その時は。ああ、そうだったんだ
あ、それで言うとあれだ、あのね、ちょっと解決策と別の話を一個だけしたいんですけど、うちの団のトラブルが少ない理由が一個ありまして、外部ツールを使用してないです。あ、ディスコード？はい、ディスコードも使用してないし、基本的に団チャットもしくは団長への直接の DM 以外の連絡を僕は管理していないです。まあ、団員同士が勝手にコミュニケーションとか構わないけど、あの僕が見えないから、その外で起きたトラブルに関しては僕は干渉できないよっていうのを言っています。他のゲームのギルドマスターやってる経験のところがそこで生きるんだなっていう話なんですけど、団長の目の届かないところで団員同士がコミュニケーションを密に取れる、特に口頭で取れる場所はトラブルがめちゃくちゃ起こります。 100% 起こります。絶対言える。今は起こらないかもしれないし、ディスコードを作った時ってめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。でも1ヶ月後2ヶ月後くらいになると必ずトラブルの温床になるんで、まあちょっと今からね、どうこうできる普段かどうかわかんないけど、僕はそれを事前にある程度経験値として持っていたから、まあでも確かに実際そのなんて予防としては一番わかりやすいと思うわ。そもそも起きえないから。無責任に思いたいわけじゃなくて、僕の責任取れる範囲にもちょっと限界があるから、あの一人間としてね。だから、うん、外部で起こったことは別に外部で起こったことを事実のままに話してくれれば構わないんだけど、全然話はできるんですけど、ただやっぱ干渉できないっていうのをあらかじめ伝えておくっていうのが僕の責任の取り方かなと思っている。すごいいいことだ。使っていいですよ今の表現。え、今の表現大員に俺は俺の責任しか取れねえって俺大員に言ってこようかな。じゃあ俺も俺はこの責任の取り方しか知らないって言ってきな。いや、それ多分あれだな、うちの団で言ったらお前脳みそ忘れてきたんじゃないかって言われる。まあ俺はいつでも団員にあれだね、頭大丈夫ですかって言われるタイプの方だから確かにいいな、賑やかな団で。はい、じゃあそろそろ第2の議題もちょっとまとめていきますか。はい、じゃあまとめると、まずあれですね、その一番最初のマシュマロであったその高難度をやるために団移籍をするかどうかっていうことに関しては、まあしない方がいいっていうふうなことっすね。うん、そうね。まあその、うん、高難度をクリアしてなんか頑張るっていう風な環境を整えるよりも、自分の居心地のいい段を見つける方がよっぽど大変だからということですね、簡単に言うと。そうです、うん、そうだね、うん、まあなので、まあ、ただ実際高難度をやりたいっていう風な気持ちは結構あると思うんで、まあ共闘で、まあ頑張ってやるっていう風なところもあるんですけど、まあ本当に効率よくやりたいとかってなったら、まあ高難度用のディスコードサーバーとか立ってるところは全然あるんで、まあちょっとツイッターで探すとか、なんかフォロワーに聞くとか、なんかそういう一手間とかコミュニケーションは必要かもしれないんだけど、まあその上を目指すんだったら段以外のところに、求めた方がいいかなっていう風な感じですね。で、次の高難度コンテンツへの向き合い方とか温度感とか揉め事に関してはあれだね、その揉め事とか具体的なトラブルはまあなんか今話す感じ1個しかなかったんだけど、まあそもそもトラブルが起きづらい環境にしておくとか、その団員をその募集するときにそういうのにもう何ですか、方針としてその釘を刺しておくとか、まあそういう前始末的な考え方が結構大きいかもしれないですね、これは。まあ団長目線に本当になっちゃいますけどね。まあ団長が変にブレたりとかしてね、なんだかんだするぐらいだったらきっちり方針打ち出してそれに従うっていう方向性をきっちり決めるっていうのがすごい揉め事の解決方法のメインだよね。軸ブレちゃいけないのがめちゃくちゃあって、どっちかに偏ったらダメです、うん、第三者視点で解決しましょう。第一回討論でも言ってたな、頭字が。俺は俺だから、俺の意見だから、うん、俺は天秤の真ん中にいるやつだから。喧嘩したら両成敗だから、どっちも殴るから。 それでいい。いいやつも悪いやつも全員殴る。いや、もう全員悪いやつだ。俺以外全員悪。あれ、今日トマジをゲストにしたんだっけ。どうも。はい、じゃあ、まあ、第2の議題はこんな感じですかね。はい、では第3の議題に入っていきましょう。まああれだね、第1回目の討論でもそうだったんだけど、まあ、この辺から若干雲行きが怪しくなるようなマシュマロ引っ張ってきたんで、はい、じゃあ読み上げていきますね。はい、まず今回も同じような系統のもので2つピックアップしてきました。じゃあまず1個目読み上げます。今までノルマは全て達成しているのに気空弾を解雇されたことが8回あります。そこで質問ですが、解雇されやすい人の特徴を教えてください。はい、で2個目、はい、2個目が、こんにちは、カドラさん、ぶっちゃけ気空弾討論のネタとして送らせていただきます。これまで気空弾の入隊団時、自身他者含めてで相手が嫌いになるほどのトラブルはありましたか。またこれを踏まえて揉めにくい対談方法の持論なども聞ければ嬉しいです。はい、ということで、まあ要するに揉め事関係ですね今回は。えぐい時代聞きたな、これ。
あれだからね、ぶっちゃけ聞くだ討論のこのネガティブ話題は花になるんで。怖いものも見たい人も多いだろうから。いやー、でもこれあれだね、まあ、この第一の質問のところでも書いてあるんだけど、解雇されやすい人の特徴、まあ、あれだからね、解雇するのは団長であなたたちですからね、どんなやつを切るのかっていう特徴えぐいな、これだけ聞くと。どうしようかな、じゃあトマジ団長から聞こうかな。じゃあ今までどんな人をぶった切ってきたのかみたいなところも踏まえて話してもらっていいのかな。だんだん言葉強くなってるって。え、じゃあ俺も行くよ。じゃあまず最初に、マシュマロをくれた人、マシュマロありがとうございます。悪用しないでくださいね。言っとくけど、リトル準備、まあ直すために使ってください、うん、まず最初に解雇されやすい人の特徴、まず1、人のためにということを考えない、まあ人の気持ちを考えないって言った方が正しいかな。第2、モチベーションを下げる一言を言う、ネガティブなことを言うことが多いってことだね。第3、ノルマを達成してるんだけど、ノルマを達成してる状態でビタ止まりするっていうのは基本的にいいとは思ってる、俺は個人的には。うん、でもそれは周りの団員がどう思うかっていうだけの話だね。なるほどね、っていうのはある。まああと第4はそもそも素行が悪い、まあ、そこが悪いに関してはこれだから分かんないけど、そう、ここは分からん。でも解雇されやすい人の特徴という部分ではまあほぼこれのどれかが当てはまってるね。なるほどね、うん、まあそこが悪いのはもうそれ、まあ仕方ないっていうなんかそれに尽きると思うんだけど、まず1個目が無神経な一言っていうのは実際あって、うん、なんかどっかで余計な一言を言っちゃうとかいうそのネガティブな発言もここら辺も全部通じるんよ実は、うん、そうだね。例えばガチャでうわ出なかったって仮にガチャ報告をしてる人が仮にいましたと、その後めっちゃ出ましたっていう報告をタイミングをずらさず間髪入れたらどういう風に思うっていうのは実際あるよ。これは、ぶっちゃけめんどくさいと思うし俺はどうでもいいんだけど、うん、でも他の人から見たらどういう風になるって言って、団長からすると揉め事の危険性があるからっていうパターンはあるわけよ、うん、もちろんこれは全然軽い部類で、まあそれ以外にも例えばだけど、いや自分ダメなんですよねとか、いや自分できないんですよね、弱いんですよねっていう一言をずっと言い続けたら、なんで強くならないのっていう疑問しか湧いてこないから周りの人は、うん、そのできない理由じゃなくてやれる理由を探しましょうっていうやつだね、うん、なんかブラック企業みたいな人だったけど。まあまあ確かに、でも好きなゲームやん、好きなゲームだったらやれるようにするのが試行錯誤の部類の楽しいところだと思うから、個人的な話、俺としてはネガティブな意見をやられ仮に言われたとするじゃん、うん、できませんとか言ったら基本的にそれに対して俺が気になるのは、じゃあ結局どうしたいのっていうのが気になるわけよ。じゃあそれに対してできないから何々をするっていうステップアップが必要なわけで、できないからという感想を聞いて俺は何をしたらいいのって思っちゃうから。すごいね、まあでも真理だね。だからそれを何回も繰り返すと心象が悪くなるから解雇されるっていう話があるかな、まあ、ぶっちゃけてますね普通に。いやいい回答だった。まあでも確かにその通りではあるな。まあただなんかあれなんだよね、その質問された側のまあ、なんだろう、どういう風な感じはちょっとこのマシュマロの全文からははっきり読み取れないんだけど、まあ、質問者側の肩を持つようなことを言うのであれば、ずっとそのネガティブ発言、まあ、自分できないんですよねっていうのをずっと言い続けるっていうのは、なんだろうね、共感してほしいみたいなところもあったりしない？もう共感して何になるか。話は終わりです。はいはい、まあまあまあちょっとじゃ戻っていくと、まあそうだね、まあ多分団長目線からしたら、うん、結果重視みたいなところかもしれないけど、まあなんだ、なんかあれだろうね、その、まあ、やればできるけど、そのあんまり期待されすぎもしたくないし、目立ちすぎてこもないから、なんか保険をかけ続けるみたいな性格の人はいるかもしれないんだよね。まあわかるけどね、その理由とか、そのなんで保険をかけたいかとか、そこら辺はわかるんだけど、まあ団長としてそれを擁護するわけにはいかないし、それをなんていうんだろう、感情論で動く意味もわからないからっていうだけだね、俺から個人的には。確かにね、それに対して、まあ、寄り添い続けられるかっていうと、まあ団長の立場ではそうじゃないかもしれないね。そう、団長としてはそうよ。いや別に一個人としては別に舐め合ってもいいし、傷を俺ガチャ出なかった俺も出なかったみたいな。いやうちの団はあれだからな、団長がなんかね、運が低すぎて、いつでも欠損してるし、いつでもガチャ下振れてるから。うちの団ね、あれなんだよね、そのネガティブなことを誰かが言うじゃないですか、そしたら団長がその人以上のネガティブを叩きつけてきて、全部中和されて終わるんですよ話が。
イボ2回怖えんだが。いやすごいよ、あのキロメルツ引きに行ったみたいな感じで、いやでもあのキャラ出なかったよみたいな、はこっち100連で SS レア1個ですなみたいな。だってあれでしょ団員が割り汁入れたら団長が水入れてくるってことでしょ、薄くなるじゃん味、うんうん、当たり前、うん、いやもうあの俺に勝てみたいな感じで来るから、まあ、確かにそうで団長が誰よりも下振れて、おうん団長大変だねっていう風になるんだけど、あの団長大丈夫みたいなやつと、おらワクワクしてくっとみたいな感じで団長いつもやってくからあの終わるんだよね、まあ、ネガティブが許されない、許されないっていうか自然とネガティブが消えるうちの団は。すごいな、すごいバランスで成り立ってますね。持ってないキャライコールあの俺はまだ強くなれるっていう思考にしかならないから俺は持ってないみたいな、俺はまだ参るってことみたいな、イカれてるよね本当に、まあ、こんな団もありますとはい、じゃあまあ友達のところ聞いてきて、ちょっと だいぶお腹いっぱいのところあるんだけどはいはいはい、じゃあちょっと夏希さんにも聞いていきますか。じゃあ僕はちょっとコンパクトにいくか。いやこれねね、解雇されやすい人はね実際いるんですよ。やっぱり1個は単純に選ぶと間違えてるっていう理由が1個ありそうなんだけど、もう1個は、うん、この人入る前に前の段解雇されたんですよねって事前に言ってるんじゃねえかなと思ってて、結構ね、はいはいはい、団員募集するときに前の段を解雇された理由が分かんないっていうなんか感情にまず訴えてくるタイプの人いるんですよ。あー、はいはい、ありそう、ツイッターでよく見るやつそれ、うん、で、そういう前振りをした上でちょっと感情から攻めてくるタイプの人を、入れるかってすっごい迷うんだけど、うん、基本的に団員が飽和してたら絶対に入れない、俺はもう 100% トラブルを起こすから、うんうん、こういう人は。それでも加入をするっていうのは段を探してるタイミングが古戦場が近くなってきたギリギリとか、あの選ぶ側の遊女があまりない時、まあ一応ノルマは達成できるし、まあいないよりいた方がいいよねという視点、その人の感情を一旦さておき結果を見た時に、まあいた方が、まあ、少なくとも戦力にはなるっていうタイミングだったら入れるってなる。その2つが揃った時に何が起こるかっていうと、やっぱり入ってからいろいろ感情が爆発してきて、であやっぱりちょっと解雇された理由がやっぱあったんやなって思って解雇する、俺だったら多分ね。なるほど、ね、だからもう入れるタイミングでほぼ解雇にね、実はねこうリーチかかってるんですよ、うん、可能性、あくまで可能性で。その他に関しては友達さんが言ってくれたことにすごい近い話になるんですけど、まあ、ほとんどネガティブな話とかもそうなんだけど、何がネガティブか多分分かってないだけなんですよねこの人って。ガチャの結果報告とか、武器のドロップ報告とか、運が絡む話に関してはかなりラインが怪しいです、まあ、これは正直段による、まあ、結局運って誰にもコントロールができないので、まあ、ガチャ結果武器泥に関しては特にそうで、自分がヒヒ泥した時はまあ調子がいいんですよね、ヒヒ泥しましたやったぜって言うんだけど、他の人がヒヒ泥した時におめでとうって言ってあげないとか、まあ、なんならちょっとネタ分、はいはいはい、要は秩序の気空弾みたいなのが出てくる、落としましたね、自分にとってはその時の感情で動いちゃってるとそれがネガティブに見えないんですよね自分だと。でも実はそれってネガティブな発言なんですよっていうのを伝えて分かってくれる人もいるし、そもそもあの伝えても分かんない人もどっちもいるんだけど、もしかしたら分かってない人だったら今分かってくれたら嬉しいなこんな感じかな。あとは単純にノルマ到達本当にしてたんすかみたいなところがあるかもしれんけど、いやでもなんかその最初に言った話はね結構なんか盲点というか、解雇されたから解雇される理由とか、なんか解雇されること自体になんかトラブルがあったんじゃないかというよりかは、そもそも解雇されやすいタイミングの入団だったんだよみたいなところはね結構新しい視点かもしれん。確かに考えつかなかったね、言われてみりゃ確かになって思う。確かに古戦場前にギリギリに団員募集ってなったらもうなりふり構ってなんないもんね、人集めるの。ああ、いないよりいた方がいいんで、29のタイミングでその団に行った時にはお前入れちゃうよね多分ここかなりあれだね、闇かもしれない、グレーゾーン、今まで聞いたことない、まあ、これも団長しか知らんわな俺も知らんかったけどなんかあの僕は正直団長って長いってのもあるけど、それでも入れる人は、うん、あの自分の責任だと思って入れるけど、それでも弾く人はやっぱりいるよ、うん、言うて入れた責任出す責任どっちも責任なの、うん、他の人に極力迷惑かかんないようにするってぐらいかな、まあ、ちょっとこのまま2枚目のマシュマロに移っていこうと思うんだけど、はい、まあ、なんか結構なんかいろいろもう攻めたところはなんかだいぶ聞けたような気がするんだけど、相手が嫌いになるほどのトラブルありましたかみたいな。俺行こうかじゃん。うん。じゃあ友達の長いく？はい。俺ね、あれ博愛主義だからね、俺人嫌いになることないんよ。なんか話が浅そうだな。
俺のそのなんていうんだろう、嫌いになるほどのトラブルは一回もない。なぜかというと俺は人を嫌いになるんじゃなくてそのやったことを嫌いになるタイプだから。ああ、なるほどね。めっちゃわかる。人を憎まず罪を憎むみたいな、うん、仮にクソ野郎 A がいるとするじゃん。クソ野郎 A がいてどんなにそぎようがクソ野郎でも友達は友達なんよ俺の中では。でもやってることはクソなんよ、もう関係ないから。だからその友達のやってることに対してクソ野郎っては言うけど、まあ結局相手が気に嫌いになるほどのトラブルっていうのは個人的にはなかった。いきなり辞めてたとしてもなんかあったんやなで終わってるし、うん、まあでも入れ替わりはねもう仕方ないもんだと思ってるからね、運命側。理由なんて聞く気にすらもならないもん。それはどうなんだろうね。いやだってうちの団ではあるんだけど、俺に連絡が来るんよ、対談させてもらっていいですかとか。その後クワトロに連絡行くじゃん。そうだね、一応人事部長クワトロに、うん、その時に俺があまりにも OK ってしか言わないから、あの理由一個も聞かないよね、うんうんうん、対談します、おう OK っていうで話終わり。あの引き止めもオッケーしか言わない。辞表即受理みたいな感じだね。向こうが言ってきたら聞くけど俺は聞こうと思わないから、そもそもそういう意味ではなトラブルにはならないなって。まあそれが理にかなってるのかどうか分かんないけど、まあ確かに辞めるって一回言ってきた人はいい理由だろうって悪い理由だろうって、辞めるもんは辞めるから、ね、そもそも俺は引き止めてほしいっていう相手の何かがあるとかが仮にあったとしても俺はそれに気づかないから。はい、なるほどね。夏木さん的には何かありますこういうの。いや僕もね多分ね戸橋さんとめっちゃ感覚近いかもしれないんだけど、てか聞く前にねちょっとね察してたんだよそれに関しては。あのね、そう僕もあれなんですよ、人間を嫌いになるタイプじゃなくて事象に対して、まあ、嫌悪感みたいなやつは出るのは全然あるんだけど、うん、別にその人のことをすごい嫌いになるとかっていう話ではないしね、うん、単純に団運営において禁忌を犯したから退団してもらうだけであって、それが別に今までじゃあ5年付き合った友達でもあっても昨日団に加入した人であっても対応は一緒っす。めっちゃわかる。まあ、例えば団長がもう禁忌を犯したから団員退団させるっていう話だったら、もうそれはもうトラブルじゃなくてただの解決で終わり、その実は引き止めてほしいよみたいな感情に関しては理由を言ってくれる人はあの結構いるんだけど、なんかそれだったら別に次の高専上終わってからでもええんちゃうくらいの話はあのできる人もいる。抜けるタイミングちょっとずらしてもらうとかね、うん、まあ、反身内だみたいになってくるんでリスナーさんと一緒にねやってるとね、だから、うん、まあ、正直相手によっては少し雑談ベースで話をすることもあの全然あるけど、基本的にはあの深入りは全然する気がなくって、辞めると言ったら辞めるだから、うん、あとは抜ける時期の調整ぐらいかな話としたら。あれだね、もうこの2枚目のマシュマロについての答えはもうそれだね、そのスタンスだね。小手先でどう揉めにくするかとかっていうよりかは、まあ、普通に厳密にその団としてのルールとか基準を決めて、それに対してもイエスかノーかみたいなところで、まあ、付加価値的な感情にはならないってことが、まあ、多分一番揉めにくいよね。まあ、それはそうだわって感じだけど。まあ、そうですね。今まで嫌いだからお前やめてって言ったことはないですね。ああ、でもやっぱそれに関してもあれなのかもしれないね。もうなんか団長の器みたいなところが結構関わってきそうだな、そこは。あれよ、人集めるの大変な人は大変だと思うし、それが嫌だっていう人もいくらでもおると思うから実際。なんだけど、止めてもいいことはないからな。もし降りたくて、でも仕方なく対談せにゃいけんってなったら、戻ってくれる状況になったら戻ってくるでしょっていう。あ、そうそう。じゃあまあこんな感じでちょっとまとめにしていきますか。対談方法のやつは言わんくて。ああ、じゃあ移住区が踏まえて、揉めにくい対談方法の持論などがあればみたいな感じだったら、うん、もう簡単、古戦場で普通に頑張った後に、普通に対談してくれればいい。で事前に、この古戦場が終わったら対談しますっていう一言があればなおよし、もうそれだけだな、うんうん、で、あとやめ、あの今回で対談します、余計な一言を言わないでいいです、終わり。なるほどね。実はみたいな感じで変なリークするんじゃなくて、揉めにくくするんだったら、今回の古戦場で、対談させていただきます、今までありがとうございましたって言って、話は終わりだね。立つ鳥は後を濁さずってやつですね。びちゃびちゃに濁してもしゃあないからね。ほんとその通りよ。じゃあまあこんな感じで結論が出たので、まあ最後にまとめていきますか。まず1枚目のマシュマロのところで、まあ解雇されやすい人の特徴っていう風なところなんだけど、まあなんかそのさっきの議論でもいっぱいあったと思うんだけど、まあそもそもあれだね、なんか余計な一言が多いとか、ネガティブ発言とか、あとなんか気を使えないとかっていう風な、まあなんかみんなが想像しやすいところもあるかもしれないんだけど、まあそれと逆に、団の雇用タイミングとして、ちょっとこれかなり言い方悪いんだけど、人数調整されやすい人になってしまう時もあるっていう風なとこですね。まあでもこれは結構なんかあれだろうな、もうやってないと分かんないだろう本当に。やっぱなんかそれに関して言えば、まあなんかさっき夏木さんが言ってくれたんだけど、なんか私なんか前回の段でなんかすごいひどい目にあったんですよねみたいな、その感情的に
になるのを頭から打ち出してくるような人は結構避けられやすいっていうふうなところは結構ガチかもしれないね、これは。っていうところがやっぱ解雇されやすい人の特徴。で、あとは、まあ、2枚目のマシュマロについての、まあ、入隊男児のトラブルに関しては、もう今回、あれだね、もうなんか1000人みたいな人が2人集まってるんで、もうその辺についてはもう達観してしまっていたっていうのがもう答えになってしまうんだけど。まあ今回は団長を二人呼んでっていうふうなところなんだけど、あまりその、やっぱ団長が、てか運営がもうやっぱその感情的になるっていうことが、やっぱもうないっていうふうなところが一番揉め事になりづらいっていうふうなところなんかね、これは。事務的に済ませば全てが穏便に行く。まあ本当一時の感情を爆発させても何も誰も得しないので。一番下の揉めにくい対談方法についても、まあなんかね、団員の立場から言えば、なんかいろいろ溜まっていた鬱憤があって、まあそれが理由で辞めるとか、なんかいろいろ思うところがあるかもしれないからあれなんだけど、まあ、揉めにくい対談方法を求めるのであれば立つ鳥後を濁さず先方でいけってことですね。要するに現行犯逮捕しなきゃ後から言われても困るだけだからな、ね、言って解決しなくてあん時はって言われてもしゃあないから、でその時に解決してくれなかった団長の方が悪いから合わなかったんだな。なんか守ってほしいんだったら守られるような動きをしてくださいって感じ、うん、税金爆弾最後に打ち込んでくるねやーべー今のいやいやもう効果音でボギャーみたいな効果音とともに今多分ねあの最後のパート終わってるわどうしよっかな、小町さんの温泉差し替えてくんねえかな俺でまたあの切り抜かれてあの宣伝広告に使われるはい、それではいかがでしたでしょうか。いやー今回もだいぶ面白かったね。危ねえこれね、副団長の無敵人な一言が団長を傷ってるんですよ。なんか副団長楽してんなってなるよな、団長はな。俺はあんまりクワトロに強いこと言えないお世話になってるかまあ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 俺を投げつけてるからいろいろまあでもそこはね、俺も俺で、まあ、副団長だけどもやりたいことやってるだけだから結構なんか立場は一緒だったりするんだけどね。いい関係性ですね。やりたいポジションを役割分担してるだけだから、うん、はい。まあということでね、もう何個爆弾投げたかちょっとよくわかんないからもうなんかオンエアの反応がめちゃめちゃ楽しみだな、これに関しては。まあ叩くんだったらあの柔らかく叩いてくれ痛くじゃなくてね、柔らかく叩いてくれる。そうね、だから、うん、まあでもぶっちゃけ球団討論だからね、うん、ぶっちゃけてもらってこちらとしてはすごい感謝しかないですね。みんなのいろんな意見したいかな、気になるわ、まあ、確かにリアルなこの意見に対して、まあ、どういうふうに思うのかっていうところは、まあ、ぜひなんか皆さんね思うところがあればコメントいただきたいですね。ということで、まあ、結構長丁場になりましたが、今回は、まあ、パーソナリティで一緒に付き合ってくれてるトマジさんと、あと今回ゲストで来ていただいたなつきさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。じゃあ最後夏希さんの方から何か告知とか宣伝とか何か伝えたことあればぜひよろしくお願いします。はい、まあ、特にねいつも配信で言ってるようなことが多いんですけど、いつはですね僕夏希ですね8月しばらくお仕事休んでまして、今実は夏休みなんですよ。まあ8月の20日くらいまでかなは多分日中含めてですね、うん、1日中ほとんど配信してる、午後から配信してることが多くて、まあ、大体お昼の12時ぐらいから夜までやって、うん、で夜は夜で、夜22時からですかね、相棒のふるみさんと一緒に何かしら配信していることが多いので、まあ、なんかね暇つぶしでもラジオ感覚でもね、いろんなゲームの配信、グラブル以外のゲームの配信もしておりますので、よかったらね遊びに来てもらえるとすごい嬉しいです。あと団員募集してますっていういいねーめっちゃいいじゃん。団員募集してます。A ランク帯で14万円以内入れるゆるゆると一緒に遊びたい人、よかったら声かけてください以上です。今ここにねもう夏希さんからもらった団の募集要項ここに今貼り付けてるんで。あー優しい、ありがとう、ありがとうございます。いやいいですね。いやでもこういう宣伝で団員埋まりましたとかだと俺もなんかねあれだね、ゲストとして呼んだ回があるなっていう感じですごい嬉しいんでこの対談の後いやでもいいんじゃない、もうなんか逆にさあれじゃん、逆にね、逆に団が合わないって人来なそうだねこの募集だったら。そう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 、そうだね、そう僕と一緒にね少しでもゲームしてみたいなって思った人が来てくれたら嬉しいってだけなんでね、本当に。立候補はどうでするんですか、夏希さんに DM するといいんですか、ツイッターで。ツイッターの DM とかで直接ご連絡いただけるのが多分一番わかりやすいかなと思いますね。じゃあここの今概要欄にクレインクレインのねチャンネルのアカウントとチャンネルの URL を載せてると思うんで、まあ、ぜひね今回の気球団討論で夏希さん自身に興味を持ったっていう方はもうぜひね配信にお邪魔して、もう夏希さんもこの討論見てもらった通りわかると思うんですけど、聞いたら何でも答えてくるんで
はい、答えます。もうぜひそうぜひね、なんかお話とかもっと聞きたいことあるっていう人は、まあ、その配信にお邪魔していってもらえると嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや、またあれですね、あのメインパーソナリティのもう一人の、トマト団長も、概要欄に YouTube チャンネル入っていて、まあ、ライブ配信メインでずっとやってるみたいなんで、まあ、トマト団長になんか話聞きたいことがあるっていう人もぜひそちらもぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらね、私クワトロのチャンネルも高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。